西野ドイツなるです。さあ、始まりましたエロチキチャンネル。はい、今日はですね、ちょっとナダルさんが最近ちょっとね元気ないというか、いろいろあったんですね。ありましたね。うん、まず何からいきますか？なんかいろいろあったんでしょ？そうですね。うん、なんか話したくないな。いや、めっちゃ重さそんなにそんなにですか？ほんまそうやね。なんか、はい、立て続けになあってんな。やね。うん。まあ始まりはなんか、うん、ロケかな。ロケ。うん、はい。再現 V みたいな仕事を行かしてもらったんですけども、なんかほんまめっちゃ早く朝5時に起きて、5時半に家出て、もう早いね。6時半にはもう八王子に着いとかなかった。うわ早っ。まあ結構エキストラの方もいらっしゃって、見たことない方なんですけど、エキストラのおじいさんかおじいさんからへんの「お願いします」っていう、お、ちょっとなんか雰囲気ある感じ。エキストラなんやね。エキストラで、エキストラまで「ダウンタウンと同期」え、ダウンタウンと同期って言ってきたよ。やってます。そんな感じも思う。疲れてんのよ。エキストラやな。ほんで、あ、お願いしますっつって。大先輩ですよね、だから。大先輩にやって、あ、お願いします、お願いしますっつって。何やねんって。めっちゃマウント取ってくれやんと。で、なんか。知らんけどなと思ってまあまあでもそういう経験してきたよと、なんかめっちゃマウント取ってくれと思って、これマウント取り返さなと思って、俺も、僕も最近 CM やってます。泥仕合やん。何やねんそれ。ほんならその人が本業頑張らなかったよ、出たことないでしょ。え、それ言った、出たことないでしょ。言えるか。ダウンタウンさんと同期やった本がまだあかんねんって言われて、ね、その人のシーンほんま、その人のシーンほんま一言だけやったから、朝6時半に到着して7時前に行かなかったけどめっちゃ早いやん。上がり一応フォローしていただきましてね。あ、え、何を？ツイッター。お、ツイッター。フォローしてくださいまして。一応 DM 来まして。え、DM？ あの、師範よりみたいな。お、ほう。無視。少ないな。いや、もうきついのよ、ほんま。え、なんその内容がだるかった。俺別にそう、俺が仕掛けたでええけど。うん。なんか。いやいや、そのなんなんその声の声量は。ほんまその声量なの。いや、ほんまその声量やって、ほんまちょっときついなと思って、なんか幸先悪いスタートやでと思ってたらさ、そのロケ自体もしんどくてね、しんどくて、まあ長い時間やってね、なんかスポーツカー、真っ赤なスポーツカー乗り込むシーンがあってんけど、きれいピカピカやねん、きれいなスポーツカーバーンって開けようと思った時に「もう一回お願いします」って「わかりました」って、ちょっと一回もう一回ちょっとセットし直します。でドアのとこ見たらさ、なんかさ、黄金、金みたいな、黄金、金のなんか塗料みたいなのついてたの、金の塗料ついてると思って、これちょっと邪魔な感じやるとピッて取ったの、ピッて取ったの、カッてやってあれと思って、これはちょっとふわってやっただけで、こう匂ったわけじゃなくて、じゃあパッてやった時にカッてやった。なんでえ、何これと思って、なんでちょっと臭いのこねてさ、何がと思って、さっ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 、じゃあどういう匂いよ。いや、うんこやろなと思ったけど、黄金なんかほんまに茶色やろ。ドス黒い茶色。ドス黒じゃないの。なんでほんまにどういうなんか金なんかこれよりも全然濃いねん。あ、こんな感じかなこの金の。ああ、このいやうんこ色やないか。何が普通にうんこ色やんこれ。この木のこれでしょ。うんこちょ待ってくださいこれ。うんこついてますドバに。えとかってメイクさん。あ、これ使ってくださいよ除菌シートでさ。うんこ糸取れへん。なえ？そうもうちょっとちゃんと。さうんこですよこれちょっと。じゃあ取りマジでこれうんこです匂ってくださいよって言って誰にやメイクさん。やめたれや。なんで匂わすねん。なんでメイクさんに匂わすねん。その鳥の糞とかってことじゃないねん。じゃあ何がついてんの。人糞誰か人糞つけとんねん。なんでやねん。赤いスポーツカーに人糞つけほんで俺エキストラのおっちゃんちゃんこんなんちょっとピンってそれ寝ちゃとかするの。寝ちゃするこねたもん俺だってくっさそう。ほんでちょっと待ってくださいって、なんでこのスポーツカーにうんこついてますやんって現場の監督とかね、こういう時期ですからね。こういう時期です。何がどんな時期やねん車にうんこついてる時期。こういう時期ですからね。そのつらいな。うんこでテンション下がって撮影終わってあとウォークマン道走ってたんですけど走ってたのが悪かったの。横断歩道の色変わりそうやからさパッって走ってたの。点滅してたからで走ってなんかポケットからスコーンってどういう原理それ。このさあるやんこうやってさこの多分ちゃんと入ってなかったもんね。こういう感じだったと思う。ほんでスコーンで出てこれがひっくり返ったからか知らんけどねちょっとひっくり出てたから知らんけどまた入ってるわ。何それ分かったぞ何がや分かりませんいやこれはちょっと予想できなかった。分かったぞ分かりませんどうもねこれカレー飯の担当の方見張ったらこんなんに使われてんのってなんでわかりませんが思いつきません。いやなんて担当の方見てはんねんから俺の YouTube。 まあまあそれがあって落ちたのよ。落ちた瞬間ウォークマンが落ちた瞬間蹴っ飛ばしちゃったのよスコーンって。でウォークマンってなんかさこれぐらいのでかさでさめっちゃ転がんねん。スコーンコーンバキーンってトラックが引いたの。それも写真後で送りますけどトラックが引いたたまたま、いや背中ボリボリやなくてストレスで会話できる。今会話なんねん。うわそれでもうぺっちゃんこかわいそうだから拾いましたけどね。なんかポタ倒したらもうなんかクチャクチャみたいな色でもう全然あかんねや。音聞けずつらいね。でまあデリカ少しリコール。別に運転には問題ないんですけどいやもうありがたいねすぐ言ってくれるからやっぱデリカ最高。まあ、その問題がちょっとあったっていうまだある。ここ最近タクシーの運転手さん3つ間違いますそんなんもある。それどういうのがあったの。例えば高速乗り間違うとかうわあとなんか通り過ぎてるとかうわどこやここっていう。それ何なんかな。俺もやねん。嘘。俺聞いてびっくりしたけどこの前湾岸スタジオに向かってたらなんか遅いなと思ってめっちゃ遠回りしてんのよと思ったらあれってこういう感じをしたらその運転手さんが「すいませんぼーってしました」えぐない何と思って「ぼーってしました」ってあそうなんですねっつって全然いいんやけど、いやめっちゃムカつかへん。いや間に合ったからよかった。遅刻してたらもうぼーってしてたって何と思って、ほんで言うなよと思ってぼーってしてたって。なんかさ、いやまあ人間がミスあるの仕方ないけど、めっちゃ遠回りタクシーね、思ったよりちょっと走っただけで料金めっちゃ上がるんですよ。でまたそこ道間違えてこう行ってこう行ってまた距離かさむわけでしょ。いや割引せよと思わへん。割引せよもそれ高速も乗り間違えてんだからその提案ぐらいせよと思う。えそれされんかったわ。俺ぼーってしましたの人はぼーってしてたんでボート割引あんのよ。1メーターボート割引あんのよ。ボート割引あんの俺なかってないんや。間違っちゃいました。で最後も「ありがとうございました」で終わりよ。それは言わなあかんわ。言わなあかん。言ったらくれるよ割引して。俺言ったことあるもん。逆方向に行ってはって、俺は新宿方面に行きたかったのに重くそ逆方向の六本木方面に行かれてたの。えってなって「いや新宿方面なんですけど」って言ったら「あっ」って言われて、おばちゃん運転手、俺もおばちゃんで買ってでバーって言って、ほんなら平然ともう大遠回り6800円になりますみたいな言われて、いやいやいや大回りしてるんで半額ぐらいですよって言ったら「あはい」聞こえる。いやいや何を俺が何か言うてきたみたいな。でもう半額してもらって、やっぱ言わんととぼけよるから。とぼけよるね。あれさもうほんま損してるやん。マジで損してます。言ってええの？言えへん今。俺の金返せ。俺のあんな遠回りしてよありがとうございましたやないね。以上。これがこの今の映像運転手さん見てると思う？思えん。見てるかどうかどう思う？わかりません。ああ遅かった1個。むずいって振りが。一発目で言ってほしかった。なんかこうあんだけ言ってるから言うと思った。なんか思いませんみたいな。あそういうことか。くそお笑いできるようになりてはい、今から金運上げていきましょう。運気をね、はい、黄金の運か。